ストライクショット普通の人シャーペンです。ということでこの時期やってまいりました。まあ今日は本当は木曜日なんでモンストニュースの曜日ではあるんですけども、次回のモンストニュースはもうフラパとなっておりまして、まあここにもう集約されてると言いますか、もう大イベント前そうなんですよね。フラパとか周年とかモンフリ前は木曜日にモンストニュースは放送されないということで、まあこれ毎回やってるんですけども、本当に勝手にモンストニュース乗っ取ってみたっていう、ただ乗っ取ってみたと言いつつ僕が重心から新しい情報を知ってるわけもないんで、フラパ前に知っておくべき情報まとめですね。この情報を今のうちに知っておいてフラパ最大限楽しもうよって動画になってるんではないかなと思います。まあということで勝手に乗ってるモンストニュースお品書きはこちら。まずは1 X フラッグパーク2022直前番組でして、こちらなんですけども本日18時、まあ、モンストの公式 YouTube チャンネルにて開催直前フラパ情報まるっとおさらい番組ってのがプレミア公開で配信予定らしくて、まあ言ってる通りこれまで発表されてきたフラパの情報をギュッとまとめて紹介する番組になるんではないかなと思います。でそれに加えてフラパ会場への入場とかステージの観覧抽選とかで使用するポータルサイトの紹介もあるらしいんで、会場に行く人は余計これ見た方が安心して参加できるんではないかなと思います。というまあ基本的には既存情報のまとめの番組になるんではないかなと思うんですけども、まあ一個気になることありまして、まあ昨年のフラパ直前にもまとめの生放送がありまして、まあこれもモンストニュースがない代わりにこの配信があったんですけども、まあここで既存のフラパの情報発表されてる中、サプライズで PV がバッと入って、週末運命共同体の PV 流れて、まあ、実装が決定しましたね。でそれと同時にフラパ2018の背徳ピストルズも復刻しまして、まあ、フラパ当日のガチャが火属性闇属性混合の、まあ、属性ガチャになるということも判明しましたということだったんですよ。で今年なんですけれどもミッドナイトパーティーの開催期間が、まあ、7月6日の12時から7月8日の23時59分ということで、まあ、この期間から考えてもフラパ1日目の0時から、まあ、なんかはやると思うんですけど、今のところその内容は発表されていないということなんで、まあそのため今年もこのタイミングで発表するってのは最適だと思いますし、まあここで新限定とかの発表の可能性はありますね。まあただもちろんこれ確定ではないんで、ここで新情報出るよって告知はされてないんでご注意くださいと、まああくまでもいつも通り傾向からの予想ですね。で仮に新限定が実装されるとして、まあ属性の予想は、まあ、周期的に水属性か光属性、ただ今回復刻の流れで言うとデビパンが復刻するんではないかということなんで、まあ新限定が水属性でデビパンの光属性っていうこの2属性の属性混合ガチャになるんではないかなと思います。まあただ気になるのは新限定が水属性だった場合は、まあ重心化の本命候補であるエンジェリーディーバどうなるんだってことですね。まあ全然このタイミングでしてもおかしくはないんで、もう新限定なしでここで重心化発表するっていう、ディーバのフラパのイラストも同時に実装して、で大穴予想としては新限定キャラクターの追加とフラパ劇中震災ですね。この合体、これ過去には超獣震災とフラパのガチャ合体したこともありまして、まあここでデビパンが初登場して、まあ次のガチャからは属性ガチャに行ったって流れだったんで、まあ合体しないかなというか、仮に合体した場合は激アツですからね。まあということで本日の直前番組、まああくまでもフラパの情報のまとめとして見て、まあ心の片隅でなんか新情報があるかもしれないよという感じで視聴していきましょう。続きまして 2 X フラッグパーク2022注目スケジュール。まあ前々から公式サイトオープンしてるんですけど、これまた概要欄とかコメント欄貼っておきます。でここでステージのタイムスケジュール公開されまして、まあ気になるところをちょっと抜粋していくと、まあまずフラパ1日目のオープニング終わって、まあ最初の演目が目指せぴったりジャストタイムアタックって、これいつもだったらフラパの氷に関してなんかあのメダル集めバトルみたいな、そっから始まっていたんですけど、今年は違うステージでありまして、まあそのオラフラッグの関連情報とかもここでわかるかなと思ったんですけど、関係なさそうですし、これどこで判明するかっていうのが気になりますね。で次がモンスターストライクオーケストラですね。まあこれはもう大人気ステージでありまして、まあこれ両日開催っての嬉しいですね。まあただ瀬戸利が変わる可能性もあるんで、まあ両日参加するってのも楽しそうです。これ現地行く人はぜひ、まあ、見る価値は十分あるんではないかなと思います。でモンストグランプリ2022ジャパンチャンピオンシップ決勝大会と、ここでまあ決着するということで、いや面白いですからね。でゲーム内では優勝予想も実施中なんで、忘れずに投票していきましょう。でまあ1日目がタイムアタックラウンドで、2日目がバトルラウンド、まあここで優勝決定するんですけども、まあそんな白熱した試合に幕が閉じるとモンストニュースが始まるということで、全ストライカー待望の瞬間でございますと。でタイムスケジュールを確認すると、まあ、19時半から始まるんですけども、10時40分予定されていました、ね、ただこれまで見てると予定通り終わったことはないんですけど、大体、まあ、長引くんですけども、まあ、約1時間超えの長丁場、一体何が発表されるんでしょうか。まあ、ということで紹介したのはあくまでも注目のスケジュールですけども、その他のスケジュールは公式サイトをご覧ください。まあ、ずらーっとありまして、まあ、YouTube での配信あるんですけども、まあ、生放送でないステージもあるんで、その辺はご注意ください。まあ、あとこのスケジュールに関しては今日の直前番組ではある程度紹介されそうですし、まあ、ここで面白そうなやつがあったらその都度見るというのもいいんではないでしょうか。
あと会場行く方へ向けてなんですけども、まあ、注意事項ありまして、これは目を通しておいた方がいいですね。まあ、これツイッターとかで割と話題になってましたけども、再入場はできない、食べ物の持ち込みはできない、で指定のマスクの着用とか、まあ、やっぱりコロナの影響ってのはまだ収まってないんで、この辺はまあ万全な状態でお気をつけください。3、信号説無楽車おさらい。まあ、ということで、昨年のアンフェアは約1週間前にギミック判明したんですけども、今年の無楽車は未だに判明せず、来るなら昨日だと思ったんですけど、ここまで来るともうまとめて情報更新するって可能性高くて、まあ、このことからもモンスト維新限定やっぱりいるんではないかって、その情報とかも含めて一気にモンストのデータとして、まあ、追加するんではないかなと思われます。で、改めてギミック予想ですけども、ジャック・ザ・リッパーから考えると、まあ反射の重力減速壁、まあ、ヒヒーロカネとは被ってしまうんですけども、ジャック・ザ・リッパーと、まあ、運悪のバロドリーも実装して、まあ、ソロモンとアミダの重心化も控えているんで、ワンチャンあるんではないかっていう。で、フランクリン・アルファ中心は反射の重力の転送壁だけども、転送壁は必須ではないっていう、あったら余計いいよねっていう、まあ、サマでいうブロック対応みたいな。ただこうなると鉄製広すぎるんで、まあ、それに高スピード必須、まあ、高いスピードか超 AGB は必須だよっていうので狭めるっていうのはあるかなっていう。で、これだとギミック判明時はもう重力しか表示されないんで怖いっていう、まあ、情報量の少なさも話題になりそうだなっていう。で、これもソロモン重心化で転送壁もらって鉄製っていうのもありますね。まあ、ただ第3の資格としてはウィンドブロックが話上がってますね。まあ、同日に、まあ、対応している運枠の山並圭介とハスター降臨して、まあ、鉄製キャラクターの数も多すぎず少なすぎず、でソロモン重心化も控えてるってのもあって、まあ、直近の限定キャラクターもまるで関係ないっていうね。というのでギミックは予想なんですけども、性能は判明しまして、無楽者が持ってる新友情コンボは睡眠弾でしたね。まあ、これはダンク式でありまして、まあ、言ったら SS 短縮弾みたいなもんで、まあ、同様に誘発時は、まあ、近くの敵に飛んでいくんで必中になりますね。で、砲撃型なんでその辺の相性は良いと。で、その火力に加えても名前の通り一定の確率で眠ることもあるっていうものですね。で、砲撃型で GB キラー乗って、まあ、メインが全敵貫通ロックの衝撃キラーで、ギミック対応は重力ブロック地雷魔法陣っていう、この辺は優秀なんですけども、まあ、反射っていうのと SS がラウダラと一緒の状態異常弾、まあ、自強化でもなくてちょっと、まあ、普段使いはしづらいかなっていう、まあ、高難易度でハマる系のキャラクターではないかなと思います。という無楽者がフラパ1日目に降臨するんで、まずはギミックですね。まあ、今日分かってほしいなと思いたいです。まあ、これまた判明したらコメント欄で速報として追記しておきます。4、重心化情報を持ってくるの忘れました。これはモンストニュース乗っ取ってみて恒例ですね。まあ、本当に昔はというか最近また外してるんですけども、重心化予想外しボットって言われたほど全然当たんなかったんで、もうこれは逆手にとって絶対僕が今回来ないと思うキャラクターを予想したらこれ当たんじゃないかっていう説ですね。まあ、当たったら複雑な感情になるんですけども、そのキャラクターがこちら、はい、天下五剣に関してはもう昨年と全く一緒になってしまうんで、ちょっと驚きが薄れてしまうってのも加味して、このフラパで一斉重心化の発表はないかなと思ってますね。で、ワタツメやっぱり水属性本命が多すぎる、エンジェリディーバとか書いては誰だにもいますし、ちょっと今回のフラパでは枠がないんではないかっていう。で、モンタナはまだ許されないんではないかっていう予想ですね。5、来ないぞ重心化かえ、一緒です。ゴジャ、まあ、信長 X はもう単純にランスロットが本命すぎる。で、バレンタインイラストがあるんで、まあ、バレンタインの時期に普通にするんではないかっていう予想ですね。で、アーサーはまあ今回マックス村井さんとかの出演決定してまして、可能性はありますけども、やっぱり10周年でエクスカリバー重心化と一緒に来るって予想が噛み合ってるなと思いましたね。で、バッハはバッハだから。6、次回のモンストの日&来週のラッキーモンスター。7月10日はモンストの日ということで、フラパ2日目ですね。まあ、絶級クエスト5つ購入するんですが、そのうち3つ、まあ、ガロン、ゲヘナ、イグノーは、まあ、今回のフラパイラストがあるんで、まあ、そのためというか、まあ、通常バージョン、フラパバージョン両方とも作りたいという方はここで進められますね。で、あと無楽者のタイムシフトはモンストの日に消化可能なので、まあ、すぐせずに7月10日になってからやりましょう。で、来週のラッキーモンスターは相変わらず分かってないので、まあ、これは金曜朝4時にゲーム内で更新されるんじゃないかなと思います。はい、ということでもうあと2日でございますと。もう今日直前番組見て、もう会場行く人はもう準備とかいろいろ大変そうですからね。まあ、ちょっといろいろと大変そうですけども、その分楽しいことがあると思いますので、まあ、3年ぶりのオフラインフラパ楽しんできてください。まあ、僕はちょっと相変わらず家にいますけども、まあ、家からいろいろと発信していこうと思います。まあ、ということで、よかったらコメント欄から皆さんの気になった情報がありましたら、どんどん書いていただけると嬉しいです。あと、ついでにチャンネル登録もしていただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。これからもぜひ、まあ、フラパいろいろとまとめていくんで、まあ、お願いします。では、ご視聴ありがとうございました。さよなら、のっとり。